まあ、都知事が、今年追悼本の祖父を断られたことによって、朝鮮人コミュニティの中ではその、大震災の時に朝鮮人が殺害された事実は、まあ否定されることになるという、受け止め、の声が、まあ、そういった批判の声がある出てるんですけれども、それについては知事はどう思われますか。あの実際はその事実そういったことがなかったという、批判 に対してどう思われますか。さまざまな歴史的な認識があろうかと思っておりますが、この関東大震災という非常に大きな災害、そしてそれに続くさまざまな事情によって亡くなられた方々に対しての慰霊をする気持ちは、これは変わらないものでございます。仮に昨年の追悼文がですね、慣例的であったとしてですね、知事は今年3月の議会答弁でですね、今後については私自身がよく目を通した上で、適切に判断すると、答弁されています。追悼文を実際読まれたかと思います。昨年のやつをで、一節を読みますとですね、この極度の混乱の中、多くの在日朝鮮人の方々がいわれのない被害を受け、犠牲になられたという事件は我が国の歴史の中でも稀に見る、誠に痛ましい出来事でしたとあります。追悼文の中身でですね、実際読まれて、ご自身として、内容についてはどのようにお考えであるのかと、内容に違和感があるのかないのか、あるいはどのようなご感想を持たれているのか、そのあたりはいかがですか。まあ、基本的に関東大震災という大変大きな災害があり、そしてそれに付随した形で、関連した形でお亡くなりになった方々っていうのは、何なんていうか、国籍を問わずですね、多かったというふうに思っております。その意味で、3月そして9月の大法要ということについては、すべての方々に対しての慰霊を行っていくという点については変わりがないわけでございます。これまで毎年出していたということについてはですね、そういう見方もあるだろうというふうに思いますけれども、私につきは今回はその全ての方々への法要を行っていきたいという意味から、今回その特別な形での追悼文を提出をするということは控えさせていただいたということでございます。多くの方々が被害になりました。以上です。関東大震災の朝鮮人虐殺の追悼を取りやめたことを質問されましたけど、関東大震災の被害者の方たち全体をまとめてセットで追悼したのでございます。いろんな切り口の方がいるけれども、民族とか特別の切り口ではなく、すべての方にしているんです。追悼文の事務は部下がやっている。最初の年は私小池百合は特に気がつかなかった。朝鮮人コミュニティは虐殺を否定されたと批判していると言いますが、小池百合は朝鮮人虐殺なんてなかったとは言わないで、小池百合はすべての被害者をまとめて弔うと逃げているのでございます。小池百合は日本会議の人間でございます。朝鮮人をいじり尽くすのでございます。あんた、何を言いたいのか全くわからん。あんた、何を言いたいのか全くわからん。